まずここに来て、向こうにあるお城様、無縁仏に手を合わせて入った人、手を合わせないで入んない、踊った人が随分いますね。昨日もおじさん言ったんだけど、必ず踊る前にはあそこの正面の無縁仏、あそこに手を合わせてから踊りに入るようにして、もう一日あるからね、明日よくおじさん見ていくからね、いい？いいですか？さっきも言った通りにおっしゃったように、怪我するのが一番怖いです。いいですか？連呼中通りに行って怪我しちゃったっていうのが一番困ります。だから今日痛かっても16日まで使えるから、16日